4月5日、アメリカ太平洋艦隊は4日に空母セオドアルズベルトを機関とした第9空母打撃軍が南シナ海に再侵入したことを確認した。空母打撃軍のダグラス・ベリッシモ司令官は、アメリカ軍が海洋の自由を守るために活動を続けることで、同盟国やパートナーを安心させるために懐かしい場所に戻ってきたことを嬉しく思うと述べた。 空母打撃軍のルーズベルトにとって、アメリカ第7艦隊が作戦地域で展開する中で南シナ海に入るのは2021年に入って2回目である。中央通信社の報道によると、第9空母打撃軍の司令官であるベリッシモ少将は、戦闘軍の展開中、オーストラリア、インド、日本、マレーシア、韓国の友人たちとの共同作戦を通じて、私たちが インド太平洋地域で規範に基づく秩序を追求していることを示した」と述べた「私たちは世界で最も重要な地域の一つであるこの地域の安全と安定という共通の願いを抱く全ての人々とこれからも共に歩んでいきたい」南シナ海に展開中第9空母打撃群は固定翼と回転翼の飛行作戦海上攻撃訓練 対潜水艦作戦戦共同戦術訓訓練練などの訓練を行った第7艦隊のウェブサイトによると第9空母打撃軍は空母セオドア・ルズベルト海軍第11艦隊航空団タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦バンガーヒル第23駆逐艦戦隊アーレイバーク級ミサイル駆逐艦ラッセルで編成されている。 第9空母打撃軍は1月末にも南シナ海に入っているが、第7艦隊はその目的を航行の自由を確保し海洋安全保障に資するパートナーシップを構築するためとしている。AP 通信によると最近アメリカ軍関係者やオブザーバーは 中共による台湾への脅威の高まりを警告しており、アメリカは台湾への改良型戦闘機やミサイルなどの防衛機器の提供に合意している。また、台湾は潜水艦の自国建造を中心とした防衛産業を活性化している。今の時期での第9空母打撃群の南シナ海再突入が北京を怒らせるのは確実だ。 日本の防衛省が4月4日に発表したところによると3日の朝中国の空母遼寧など計6隻の艦船が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過した後太平洋に向けて南下したことを海上自衛隊が確認したその中にはアジア最大級の排水量1万トンを超える055型大型ミサイル駆逐艦難床もあった。 中国海軍の高修正報道官は、両寧艦隊の台湾近海での訓練は、年次作業計画に基づいて編成された日常的な訓練であり、中国海軍は今後も同様の訓練や研修活動を計画通りに日常的に編成すると述べた。 中共の空母遼寧と三ンはいずれも台湾付近で訓練や公開を行っており2019年12月には台湾が総統立法委員選挙を実施しようとするタイミングで三東が台湾海峡を渡り台湾当局は威嚇行為だと非難した第七艦隊はアメリカ海軍最大の前方展開艦隊で 西太平洋とインド洋に常時70隻以上の艦船と潜水艦部隊を配備している第7艦隊は自由で開かれたインド太平洋地域の安全を維持保護するという任務を遂行しながら35の沿岸国と日常的に行動や交流を行っている。